今までレドームは対象処理前に書いていたのですが、対象処理後に書いた方が綺麗に閉じれるので、レドームは一番最後の対象処理後に書いた方が良いです。ということになります。レドームだけ別のパートファイルを用意した方が良いかもですね。最後に面を触るのを忘れないでください。